皆さんこんにちは、マリコチャンネルです。今日は第2弾、今日は初めてのウクレレということで、フラはね20年くらいやってるんですけれども、ウクレレずっとやりたいなって思ったんですが、なかなかねやる時がなくて、今年の8月からまだやったばっかりですけど、やり始めたので、一緒に YouTube でみんなと楽しんでいこうかなと思います。今日のお供、今日のプリンセスはブライスちゃんです。イエーイ。ブライスちゃんもウクレレ持ってますね。では最初にねチューニングします。鏡ですね。チューニングでいきなり来るって、はなこさんっていうらしいんですけど、こうやってね緑のマークがついたらいいの。さっき回しすぎちゃう。で、外に来たらなんか音がずれた。C っていうのはこれ C、 C とね G7、 C と G7 これしかないのでね、2コードこれなら弾ける。でもね、この間転調っていうのがあってね、転調になると転調の前が A7、 DA7 だから B7A7D っていろいろ出てくるとちょっとねこんがらがっちゃうんですけど、やってみたいと思います。今日ね初めて習ったのこれ、イコナっていうね、ハワイ島なのコナっていうね場所の大自然を歌ってるんですが、一番が雄大な海と海が広がるコナ、あなたの美しさに比べられる場所は他にはないでしょう。行ってみたいですね。2番が、私たちがまだよく知らないコナ、あなたは私たちを
温かく迎えてくれる。訪問者たちをみんな愛で迎えてくれる。行ってみたいね、ますます。3番がもう一度お話を伝えます。コナンの美しさは他に比べる場所にはないでしょう、他にはないでしょうという曲です。そんなハワイをイメージしながらやってみたいと思います。いいコーナー、歌が下手くそです。次はね、もうずっと前にね、川口くんにね、小西木さん、小西ちゃんとね、こう共演した時にね、書いてもらったサインです、主人の。はい。ちょっと下手、まあでも歌がね、高いのでちょっと難しいですけど、まあこんな感じです。パホパホ、パホパホ言うとダメだ。はい、今日のなんだお宝お気に入りコーナー、じゃ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 ーん、ドキドキちゃんのユニコーン。このユニコーンね、ちょっと前原宿で見つけて欲しかったんだけど、違うユニコーンを買っちゃって、やっぱりハイビスカスがねね、ついてるから、私もフラ好きなので、ハワイ好きなので欲しいなと思ったら、豊富のイオンにはなんと売り切れなし。でもね、また原宿に行ったら、ね、売ってた。やっぱり原宿だね、可愛いでしょ。時々ちゃんのユニコーンがお気に入り、これウクレレバッグにつけてます。どうだった、あれブライスちゃん、ブライスちゃんもよく見せよう。じゃあ最後はブライスちゃんとなんだっけ、にらめっこ
フランスちゃんは手応えよ、笑わないからね。でも顔を変えてみようか。みんな知ってる？フランスちゃんはね、変わるんだよ、目が。知ってる？知ってるよね。怖いとか言わないでね、可愛いんだよ。よいしょ、ちゃんとね、フランのドレス着てる。パフ？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 どのお顔が好きかな。じゃあ一番笑わなそうなこれかな。なんだ、だるまさん、みーなさん、あなた。だるまさん、だるまさん、にらめっこしましょう、笑うと負けよ、アップ。今日どんなか。アップ。ふー、バイバーイ、またねー。うまくなるよ、もっと。止まんないの。バイバーイ、バイバーイ。